い。あーすごいすごい、これはすごい。たまには高いイヤホンも使ってみよう。イエーイ。どうも皆様こんばんは、セゴリッド先生でございます。さて、さあ僕は以前にですね、安くていいイヤホンを探そうという企画をやりまして、それは非常にリスナーの方々もですね、面白かったよっていうことでご好評いただいたわけですけれども、その企画終わった時僕ふと思ってたんですよ。あれ本当に高いイヤホンって一体どんだけいいんだろう。安くてもあんなにいいイヤホンがあるんだったら高いものはどんなんだろうっていうことで、今回ももちろん自腹を切ってビシッと使ってみようっていうことで買ってみました。それはこちらです。BOSE クライアットコンソール20でございます。つまりこれはですね、 BOSE のですね、いわゆるノイズキャンセリングイヤホンってやつですよ。周囲にですね騒音があったり、例えば街中であるとか飛行機の中とか、そういう風にねものすごい騒音があったとしても、その騒音をかき消して、音ですよ、音楽であるとか英会話とかさ、会議の内容とかさ、そういった音すべてをですねちゃんと届けてくれるっていうものです。でこれなんと値段がですね3万円ですよ。まあ高いよね。今までのはですね5000円弱で探そうっていうことで1000円札5枚で済んだわけですけれども、今回はですね1000円札30枚必要なんで、でも今回もですね僕が素直に感じたことをですね正直にお話ししていきたいと思います。じゃあ早速長くなっちゃうんで行きましょう。レッツゴー。はい、というわけでこれがですね BOSE のクワイアットコンフォート2になります。アコースティックノイズキャンセリングって書いてありますね。でこれはですね iPod、iPhone、iPad にも使えますよっていう風になってます。つけた時の絵はこんな風になってて、 BOSE にはですねステイヒアチップっていう独自のですねイヤーチップを採用しているので、耳にねすごく優しいらしいんですよ。でそれもすごいつけるの楽しみだなっていう風に思ってる一つです。でこんな風になってて、後ろ側全部英語ですね。多分中に日本語で説明書入ってると思うんだけど、こんな風になって左右のイヤホンがあって、そこからですねボリュームとかスキップとかそういうコントロールにつながって、これがですねノイズキャンセリングらしいんですよ。バッテリーで16時間だっけな駆動するみたいなので、電池が切れたら USB ケーブルから充電すると。持ち運ぶときに便利なキャリーケースもこれについてるという風になっておりますよ。さあとりあえず長くなっちゃうんで開けていきましょう。ほっよよ、はい、最近俺のクワイエットコンフォートオフよほほほ、逆だった。すごいね、青空の中に一文字ボーズと入ってるみたいですよ。まるで青春時代かカルピスの CM みたいな、すげえ爽やかさがありますよ。開けていくとオープン。なんだこれ、ちょっと固めなフィルムみたいなものが入ってました。でこの下に、おー、これが本体だ。あーすごいね、今まで見てきたイヤホンとは比べ物にならないぐらいしっかりしてますね。でこれはまあ詳しく見るとして、中が、おー、なんだこの白い粉は、アメリカのギャング映画とかによく出てくるあれか。そんなわけないですよ、普通の乾燥剤ね。それと、おー、これがケースだわ。ふわふわっとした布にパッケージの青と同じ色のですねこうラインが入ってて、中に、おー、なんじゃこら、はぁ、もうぎっしりぎっしり説明書が入っとる。うわぁ、これ巻物みてぇだよ、すげぇな。これ世界中の言葉とともに日本語もちゃんと入っておりましたよ。こっちは注意事項ですね、注意事項の紙がものすごく長く入っておりました。でこの下にはシリアルナンバーが入ってる、保証書かなんかかな。あとペラーっとした紙が何枚か入っておりました。とりあえず入ってたものはこれで以上みたいなんだけど、いつもねこの箱もったいないなって思って、何か入れられないかなと思って家でいろいろ探したらいっぱい出てきましたよ。まずはこれ、はい、うちの娘が好きなリンゴと野菜の 100% ジュース、これも多分この中に綺麗に入って、あー収まった、やっぱり。でさらにそれだけではなく、クマの形をしたメープルシロップ、これもうちの娘が好きでよく口の中に入れてるからベタベタになってるんだけど、あーぴったり。でこの上に蓋をするのにぴったりなものもあったんですよ。ほらこれ、カレーの王子様、これは1歳になったら食べられる魔法のカレー粉なんだけれども、この上に置いても、ほら見て、マジでほらぴったりだ、ぴったりだ。これをこうやってグッと押し込めば、ほら見て、このとこそ綺麗に、あ、本当に綺麗に収まってるじゃん。すごいね、こんな風に子供のこともちゃんと考えて作られてる BOSE、 さすが青春時代を忘れてないカラーチョイスをするだけの大企業ではある。あー素晴らしい、やっぱり BOSE 買ってよかった。いや
や、意外とね、この箱を入れるシリーズ好評で良かったです。はい、じゃあとりあえずこれも置いといて、肝心の本体がこれなんですよ。ちょっと取り出してみよっか。ほい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 と。なんか知恵の輪みたいになってんな。パシンと外せばーと。こんな感じです。あ、すごい青いラインかっこいいね。こういう風にラインが入ってるイヤホンってあんま俺見たことないな。あ、すごいいい感じいい感じ。こんな風になってる。で、この周りのブツブツがなんかね、センサーになってて周りの音を感知してるらしいっすよ。右か左か分かるようにここに R とか L とか入ってまして、これを耳に入れて引っ掛ける。これで落ちないように保護してくれるようなものもついてますね。青いラインがふわーって入ってて、これがボリュームコントロールで、停止とかスキップとかあと多分話もできるんじゃないかなって思うんだけどね。で、途中クリップがついてて、お、ブワーズって入ってる。ふぅー、いい感じ。さらに進んでいくと、先端に、あ、これがノイズキャンセリングになるんだね。ちょっと電源入れてみようかね。オン。おー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 、もうついたぞ。すげえ、充電ぴったり入れて送ってくれてるんだ。すごい。これ嬉しいね。で、多分ね、このマークがついてる時はノイズキャンセリング生きてますよって意味で、あとバッテリーのマークだね。今緑色だから、多分少なくなったら色は変わるんじゃないのかなって思うんだけど。で、これを先端に入れれば OK ということみたいですね。大体内容は分かったんで、ちょっとね、繋いで使ってみたいと思います。はいはい、じゃあ早速繋いで使ってみたいと思います。で、今回はこちらのですね、旧 iPhone を使ってですね、音を確認していきたいと思います。僕の使ってる新しい iPhone は、Bluetooth 対応になっていて、イヤホンジャックがもうなくなっているので、今回はこちらイヤホンジャック付きのものでですね、使っていきます。まずノイズキャンセリングを使わない状態で繋いでみましょうか。入れて。あ、意外とこうピタッとなるな。不思議。カナルタイプと違って中でビシッて収まってるっていうか、引っかかってるっていう感じなんだけど、でも外れていくような感じはしないですね。すごいすごい。頭振ったりとかランニングしたとしてもなんかあんまりずれなそう。じゃあちょっと普通に音楽流して聞いてみましょうか。ポチッとな。あ、音はねすげえいいね。やっぱまあ有線だっていうのもあると思うんですけど、じゃあちょっとノイズキャンセリング使ってみましょうか。ポチ。いや、ちょっと待って、よくわからないな。ちょっと僕の部屋が静かすぎてよくわからないので、適当にですね、音楽を流しながらやってみたいと思います。ノイズキャンセリングだからね、これじゃないと判断しようがないので、今 iMac から音楽を流しています。これがね、全く調整していない。編集で BGM も入れてないです。これモロの音ですからね。この状態でちょっと音を繋いでみましょう。もう一回音楽を再生します。あー、当たり前だけど、混じります。音がね。釣られちゃう、こっちの音に。じゃあ、ノイズキャンセリングをオンしてみます。こっち。ちょっと待って、マジ？すごいな、これ。ほんと？全部消えるね。マジどういう仕組みなんだ、これ。すげえな。全然違う音楽聞いてみよう。わー、いいねー。いいよー。いや、不思議だな。なんで全部聞こえなくなるんだろう。相当でかい音今流してるんですけどね。全く聞こえない。若干低音がこう強調されるような音質なのかな。もうね、オンオフするだけで全然違いますね。オンするとほぼほぼ周りの音は遮断されます。だけど、オフすると周りの雑音も全部入ってくる。で、音質はですね、やっぱりすごく劣化する感じがしますね。オフにすると全然ダメ、使い物にならないなっていう感じですね。これあれなんじゃないかな。音楽流さない状態でオンしても、あ、すごい、あー、すごいすごい、これはすごい。音楽を流さない状態でもオンオフするだけでプチプチって音がして、ふわってなんか押されるような感じがして、周りの音が一気に小さくなります。完全に無音になるっていう感じじゃなくて、周りの音がグッとこうデシベルが下がるっていうのかな、そういうイメージですね。不思議。耳栓してるみたいだわ。外すとね、こっち側は全く音が下がってるのに、こっちはちゃんと聞こえるんで、いや、変な感じ。面白いなぁ、面白い。いや、よくわかりました。はい、というわけでですね、あの撮影の後、私しばらく3週間ぐらいですかね、ボーズのクワイエットコンフォートを使い続けてすげえよく分かったので、これからまとめていいところ悪いところを言っていきたいと思います。まずいいところはですね、周りの音はほんと静かになります。なので集中していろんなことをやりたいとか、例えば編集をしたいとかさ、音楽をですね、周りに邪魔されずに、例えば通勤の電車の中とか、出張する飛行機の中とか、そういう中でもですね、長時間音楽を楽しみたいとか、映画とかね、そういったものを楽しむっていうのはすげえいいと思います。もうびっくりするぐらい静かになるし、周りの雑音が気にならなくなります。正直ね、大したことないんだろうなって思ってたんだけど、もうその想像を絶したね。
それぐらいすごい、これは。16時間持つんですよ。なんで、まあ、長いことフライトに使うとかっていう場合には、ちょっとですね、電池持たなくなっちゃうかな、まあ、ギリギリかなっていうところあるかもしれないですけど、普通に通学とか通勤とかで使うぐらいだったら、全然大丈夫です、これで。僕もしばらく使ってますけれども、1週間に1回ぐらいですかね、充電するのは。思ったよりも電池も長く持つので、すごく便利ですね。で、多分だけど俺、撮影の最初の方にも、英会話とかにもいいんじゃねえかって話したと思うんですけど、これね、自分で言うのもなんだけど、その通りだと思う。あのね、すごくいいよ。英語を勉強したいとか、周りの音に惑わされず、声とかにね、そういったものに集中したいっていうのはすごくこれいいので、あとは単純にラジオを楽しむっていうのもありだし、音楽だけじゃなく、会話とかね、そういったものもすごくクリアに聞こえるので、あとね、すごい細かいところだけど、このね、ノイズキャンセリングのね、機械が意外とスベスベしてるんですよ。で、これがね、触っててすごく気持ちいいので、僕なんか知んないけど、これを触るっていう、こういう風にするっていう癖がついちゃって、あとはデザイン的にもすごい気になるところはないし、装着しててもですね、落ちてくるっていうような不安な感じとか、そういったものはもう全くないです。長時間使ったりもしたけど、耳もそんな痛くならないし、カナルタイプと違って中でこう膨らんで押さえてるっていう感じじゃなく、ほんと引っかかってるっていう感じなんですよ。でも全然聞き疲れもないし、個人的にはもうすぐ買ってよかったなっていう風に思ってます。残念なところを言っていくと、外で使ったりとかすると化石リオンが入るんですよ。なんかね、この後ろが影響してるのかわかんないけど、ちょっとプチプチプチっていうので、それは気になる人はいるかもしれないですね。あとはね、意外と低音寄りの音なんですよ。なんで全体をこうバランスよく聞きたいっていう人は、イコライザーとか使って微妙に調整する必要があるかなっていう感じ。割とね、ちょっと脚色されちゃうかなっていう音ではありますね。あとはまあ有線を使ってるから、根本的にですね、 Bluetooth と違って音はすごくいいし、バッテリーの持ちも特に問題ないし、まあそれぐらい、その2点ぐらい。 あとはね、強いて言うなら値段がやっぱ高いっすよね。3万円なんで、3万って結構しますから、これをどう考えるかなんじゃないかなって思うんですけど、でもね、ほんと3万円の価値は全然あると思う。僕多分ね、今後もイヤホンを買うとしたらですね、ノイズキャンセリングを選ぶと思います。それぐらい世界が変わるんですよ。いろんなものに邪魔されない、自分のことに集中できるっていうのはありそうでなかった感じ。海外ではもうすごい人気でね、日本も徐々に浸透してますけど、まあそこまで周りに使ってる人もいないんじゃないかなって思うんですけどね。でも買ってみてすごい後悔はないと思います。3万円しますけれども、3万円の価値は十分にある商品じゃないかなっていう風に思ってます。あとで動画で言い忘れてたけど、充電するときにはね、この側面のところにですね、マイクロ USB ケーブルがあるので、そちらから充電していただけますと、まあ、何回も繰り返し使うことができると。あと言い忘れてたんですけど、このケースの中にですね、マイクロ USB ケーブルとステイヒアチップの S サイズと L サイズも入っていたので、サイズが合わないときはこちらで変更することもできます。いやでも技術ってすごいなって思いました。こんな風にね、音楽とか音っていうものを聞くっていうだけでも奥が深いなっていう風に改めて感じました。とにかくね、もう僕はもう感動しちゃって、こういうものがあるんだなっていう、こんなことが人間はできるんだっていうことがすごい改めて分かったので、気になる方はぜひアウトレットとかでもまだあるのかな、坊主の店とかでも多分試すことができると思うんで、気になった方はぜひね、お店とかで試乗させていただくと、僕の言ってることが全部分かるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん試してみてくださいませ。ということで、以上、今回は坊主のクワイエットコンフォート20をご紹介しました。いかがだったでしょうか。皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。